こんにちは、野菜の日チャンネルです。今日はふんわり柔らかい生地であんこを巻いて焼くあん食パンをご紹介します。甘さが控えめな生地にあんこの美味しさが引き立って、とっても美味しく焼き上がります。最後までぜひご覧ください。材料はこちらです。それでは作っていきます。タッパの中に強力粉、砂糖、塩、ドライイースト、ぬるま湯を入れます。カードで粉と水分をよく混ぜ合わせていきます。生地が滑らかになったら、容器全体に広げて蓋をして30分休ませます。粉に十分な吸水をさせるのが目的です。30分経ったら生地でバターを包み込んで、一緒に切るようにしながら混ぜ込んでいきます。バターが硬いと混ざりにくいので、必ず柔らかくしておいてください。2分くらいよく混ぜ合わせていきます。カードで生地を切りながら混ぜていくと、だんだんと混ざっていきます。バターがよく混ざると生地がふわふわになります。生地が滑らかになってきたら、容器の中心に寄せて、蓋をして温かい場所に置いて、2倍の大きさになるまで発酵させます。生地が2倍の大きさになっていたら発酵完了です。台に粉を振って生地を取り出します。生地のガス抜きをして丸め直して10分休ませます。10分経ったら生地を手で平たく伸ばし、綿棒で30センチ角に伸ばしていきます。生地が柔らかくて手につくようなら、強力粉を振りながら作業してください。厚さが均等になるようにゆっくりと伸ばしていきます。生地の端までしっかり伸ばして、中の空気を出してください。四隅を手で引っ張って角を作ります。伸ばした生地の表面に縦に4等分になるようにカードで軽く印をつけます。内側の2本にあんこを隙間なく乗せていきます。あんこが冷たいと伸ばしにくいので、少し温めておいてください。厚さが均等になるようにゆっくり伸ばしてください。両端の生地を内側に折りたたんで合わせ、指でつまんで生地を留めます。
合わせた生地の表面に綿棒を軽く転がして中の空気を出しておきます。手前から太さが均等になるようにゆっくりと巻いてください。強く巻くとあんこがずれてしまうので気をつけてください。巻き終わりを下にして油を塗った型に入れます。型にシャワーキャップをかぶせて温かいところで発酵させます。オーブンの発酵機能をお使いの場合は45度で40分から50分様子を見ながら発酵させてください。生地が型の縁から1センチ出るくらいまで膨らんだら180度に予熱をしたオーブンで30分焼きます。これで焼き上がりです。焼き上がったらすぐに型にショックを与えて取り出します。すごくいい香りがします。パンが熱いうちはあんこも熱くなっているので冷めるまで待って切り分けてください。断面は綺麗な渦巻き模様ができています。生地はふっくらとしていてとても弾力があります。あんこはこしあんでもつぶあんでもお好きなものを使ってくださいね。生地の甘さは少ないので、あんこの甘さが引き立ってとっても美味しいです。最後に作り方のまとめです。材料を混ぜて30分置く。生地にバターを混ぜ込んで2倍になるまで一時発酵。生地のガス抜きをして30センチ角に伸ばす。カードで4等分の印をつける。中心の生地にあんこを乗せて均等に伸ばす。両端の生地を折りたたんで綿棒でならす。手前から生地を巻き込んで型に入れる。生地が型から1センチ出るまで二次発酵。180度のオーブンで30分焼いて完成です。あんこがお好きな方はぜひ作ってくださいね。プレゼントにしても喜ばれると思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。